こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の春アウター5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まだまだ寒い季節は続くわけなんですが、まあそろそろですね、冬物だけじゃなくて、春物チェックしたい男性も多いんじゃないのかなと思います。もう本当にね、早い方だと、秋冬物の服というのはですね、夏の終わりぐらいからチェックし続けてると思うので、飽きる方がいるのも仕方がないかなと思うんですね。まあ僕自身もそうで、早くも春物、何か欲しいなと思ってるわけなんですが、まあ、そんな時にまずはですね、春のアウターこのあたりからチェックするのが一番いいんじゃないのかなと思います。というのもアウターというのは着こなしの中でも最も目指す存在だからなんですね。まあ、上半身にあってなおかつ一番外側にあるものなので、このアイテムを冬物から春物に変えてあげるだけでだいぶ印象は変わるかなと思うんですね。まあ、寒い日が最近続いていますが、それでも日中ですね、10度を超える時であれば春のアウターを早くも取り入れながらですね、少し見せ方を変えてあげるとだいぶですね、鮮度の高い着こなしができるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、今回ご紹介したアウターの中で気に入ったものがあれば今年新調していただければなと思います。一応ですね、幅広く5点今回はご紹介したいなと思ってるんですが、全部を持っておく必要は全くないんですね。まあ、人によって好みの路線とか似合うものも変わってくるかなと思いますので、この中で何かしっくりくるものがあったら、まあ、2、3点ぐらいですね、このようなアイテムを持っておくとまず間違いがないかなと思うので、ぜひですね、皆さんも春のアウター選びの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、春アウター皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、春にサクッと羽織れるようなミリタリーですとか、ワーク系のアウターですね。このあたりは一着は持っておくと便利なんじゃないのかなと思います。まあ、具体的にお伝えすると、先日ご紹介したような無印良品のですね、こちらのようなカバーオールですとか、あとはユニクロのですね、もうこれは名作と呼べるようなユーティリティショートブルゾンですね。これ秋冬でも展開があったんですが、春にもまたこちら再入荷という形で展開していますので、これはですね、使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、ミリタリーですとか、ワークウェアというのは男性的にはすごく心がくすぐられるアイテムかなと思うんですけども、かつては男臭すぎて女性からの印象はそんなに良くなかったんですが、最近はですね、結構このようなバブアーっぽいものだとかカバーオールみたいなもの、女性の中でも着てる方増えてきたので、割とですね、理解度が深まってきてるのかなと思っています。で、ガチガチのワークミリタリーというよりは少しですね、綺麗めな方向に振ってあるものが最近は多いので、無印良品のカバーオールですとか、あとはユニコーンの UTT ジャケット1枚持っておくとすごく便利かなと思います。まあ、この後丈の長いコートもお伝えしたいなと思うんですが、やはりですね、このあたりのミリタリーですとかワークテイストのアウターというのは丈がですね、お尻が隠れるぐらいだけども、そこまで長すぎないというところが非常に使いやすいポイントなんですね。まあ、何度もお伝えした通り、僕もですね、2児の父なので、休日子供と遊ぶ時にも丈が長すぎない方がしゃがんだりした時とかにもですね、裾が下につかなかったりするので、すごく使い勝手がいいんですね。そういった点で見てもカバーオールだとか UTD ジャケットはすごく使いやすいアイテムかなと思うので、一着はぜひ持っておいていただきたいアイテムかなと思います。まあ、今回は無印良品ですとかユニクロですとか比較的買いやすい価格帯のものを皆さんにご紹介したいなと思っているので、このあたりのアイテムまだ持ってない方であれば、いきなりセレクトショップのオリジナルで買うのではなくて、このあたりの価格から買ってみるのも最初の一歩としてはトライしやすいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。ちなみに無印良品のカバーオールに関してはダークネイビー一色なので分かりやすいですが、ユニクロの UTT ショートブルゾンに関しては結構カラー展開が豊富なんですね。まあ、その中でも個人的にお勧めしたいのはやっぱりブラックかなと思います。あまりですね、春らしい色ではないと思うんですよ。ただ秋にも使えて春にも使えというところで、季節をあんまり問わないというところですね。で、このような UTT ショートブルゾンっていうようなワークテイストのアイテムというのはですね、失敗すると僕ら世代はすんごい作業着感が漂ってしまうので、なるべくですね、やぼったい色は選ばない方がいいと思うんですね。その点ブラウンだとかオリーブ系はちょっとと難しい可能性があるんですね。まあ、オリーブでも濃いめの方であればまだいけるかなとは思うんですが、できればシャープなブラックを選んで、ボトムスをオフホワイトだとか、ちょっと明るいもので春らしさを取り入れてあげれば、全く問題なく春にも使えるかなと思うので、このようなワークテイストのものっていうのは、できる限り色は濃いめにしてあげた方がバランスがいいかなと思うので、ぜひ覚えておいていただければなと思っています。
はい、続いて2点目のですね、春アウターなんですが、こちらですね、ステンカラーコートですね。これはもう大定番と呼べるようなものなので、まあ、ぜひ大人世代であれば1着は持っておいて間違いがないんじゃないのかなと思います。先ほどのミリタリーだとかワークテイストのアウターに比べると、丈の長さはですね、やはりステンカラーコートということで、長めの設定になっています。今見ていただいているのはユニクロのもので、そこまで長すぎない設定ではあるんですが、ちゃんと長さがあることで大人っぽく上品に見せることができるので、まあ一着持っておくと便利かなと思っています。というのも僕自身ですね、ここ数年短めの丈のアウターをたくさん買ったんですね。先ほどのカバーオール的なものとかも結構買ったんですが、そういったものに着慣れた状態で改めてロング丈のコートを着てみると、やっぱりですね、上品に見えるんですよね。おしゃれ感もやっぱり出るので、着丈の長いコートもバリエーションの一つとして持っておくと、すごく新鮮な気分になるなと思ったんですね。もちろん着心地で言ったら短い方が楽ですし、足さばきもいいんですけども、春らしいですねライトなカラーのステンカラーコートというのはやっぱり持っておくと綺麗めな雰囲気が漂うので、大人世代ですね、特に40代半ば以上の方であればロング丈のコートは1着持っておくと便利かなと思います。で、カラー展開はですね、このようなステンカラーって大体ネイビーだとかブラックだとかもしくはベージュ、このあたりがですね代表的なんですが、やっぱり春着るのであればこちらのようなベージュですね、一番これがですね春らしくて、なおかつ大人の男性にも差別化ができるというところでも使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、ステンカラーコート自体は割とこうビジネスでも使えるようなすごくクラシカルなデザインなので、色がブラックだとかネイビーだと結構地味に見えてしまうんですね。なんかこうおしゃれ感が出ないんですが、そこに対してベージュを持ってくることで人との違いも出せますし、結構明るい雰囲気になるので、結構ベージュのステンカラーコートというのは使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ、なかなかですね着慣れてないという方はまずはユニクロからトライしてみるのがいいかなと思います。まだまだですね、今の段階ではベージュのステンカラーコートをリリースしているブランドそんなに多くはないんですが、これから先どん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 ですね、いろんなブランドで取り扱いが増えるかなと思うので、まあ、それを待ってもいいかなと思うんですが、まあ、ぜひ一着はベージュ系のステンカラーコート、これもですね春だけではなくて秋にも使えるので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目の春アウターなんですが、こちらですね、モッツコートですね。先ほどはステンカラーコートというですね、着丈が長いんだけどもベーシックで使いやすいような切れ目路線をお伝えしましたが、まあ、それだけではなくてもうちょっとトレンド感出したいなとか、かしこまった感じではなくてカジュアルに着たいなという時にはモッツコートをすごく使いやすいんじゃないのかなと思います。先日ですね、皆さんにもご紹介しましたユニクロのレディースのモッツコートがすごく使い勝手が良くてですね、僕自身早くも着用してるんですが、まあ、これはですね、割とモッツコート特有の男らしさ、ゴツゴツとした雰囲気ですね、こういったところが削ぎ落とされて割とライトな着心地になっていて、あんまり重たくもないんですね。このあたりも含めて使い勝手がいいんですね。で、ディティールもですね、ゴリゴリのミリタリーというよりはミニマルにまとめてあるので、大人の男性が着た時にもやりすぎ感もないですし、踊る大捜査線の青島デカ感も出ないので、まあ、これのブラックを選んでもらうのも一つの手なんじゃないのかなと思います。色はブラックとオリーブありますが、やはりこれもブラックを選んであげてボトムスでちょっと明るさを出したりだとか、あとはニットですね、これを差し色でうまくミックスさせることで綺麗めに振ってあげれば、まあ、十分かなと思います。ちょっとオリーブだとやっぱりですねミリタリー感強すぎてしまうので、このあたりは注意が必要なので、まあ、ぜひですねライトなこういったモッツコートもうまく使いながら春の着こなし楽しんでいただくといいんじゃないのかなと思います。まあ、僕自身もライフスタイルを考えるとややカジュアルめの方が好きなので、爽やかなベージュのステンカラーコートもいいんですが、モッツコートの方が割とラフに使いやすいんですね。このあたりは皆さんの年齢だとか気分に応じてステンカラーコートなのかモッツコートなのか、ロング丈のコートの中でも2つの中から選択してみるとすごくいいかなと思うので、まあ、ぜひ参考にしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はですね、ちょっと緩めの雰囲気のテーラードジャケット、これもですね一着持っておくと便利なアイテムかなと思います。まあ、カジュアルと綺麗めで言ったら綺麗めのアイテムに入ってくるかなと思うんですが、まあ、大人の男性であれば一着持っておくと便利なのがこのようなテーラードジャケットかなと思います。また最近のトレンドの流れで言っても、ちょっとこのような緩めのテーラードジャケットというのは割とリリースされることも増えてますし、旬なアイテムになってきてるので、まあ、改めてですね一着持っておくのはいいんじゃないかなと思います。
ないのかなと思っています。僕もですね、このように動画の撮影の時には結構ジャケットを着ることが多いんですね。適度にカチッとした感じも出るし、なおかつ T シャツで合わせてもいいですし、シャツなんかで合わせてもいいですし、いろんな着方ができるので、意外とアウターとしても優秀なんですね。ただ、ジャケットといっても様々なバリエーションがあって、このジャケットという中でも、カジュアルめのジャケットと、綺麗めのジャケットというものが存在するんですね。まあ、綺麗めのジャケットというのは、本当にこう、ビジネスで使えるような、セットアップの一部としてのジャケットみたいな立ち位置だと思うんですね。一方で、カジュアルなジャケットというのは、カーディガンっぽいものだとか、ちょっとスポーティーなナイロン素材のものだとか、そういったものですね。こういったものが割とですね、カジュアルなジャケットかなと思います。あとはサイズ感で言っても、ジャストサイズだと綺麗めになって、少しゆとりがあると、カジュアルな雰囲気になるかなと思うんですが、やはりですね、仕事で使うジャケットではないので、少しカジュアル感があるものが僕は使いやすいんじゃないのかなと思います。今着てる僕のジャケットもですね、サイズ感結構ゆったりとしてますよね。まあ、肩のラインも落ちていますし、割と身幅もゆとりがあるようなジャケットになっているので、まあ、こういったものを T シャツの上にさらりと着るみたいなスタイリングはすごく使い勝手がいいかなと思います。まあ、例えばこのような形ですね。GU のナイロンストレッチジャケットというものですね。このあたりもすごくゆとりのあるようなサイズ感になってるんですね。身幅も少しゆとりがあって、ポケットもですね、通常のジャケットとは違って、サイドの縫い目にですね、沿うような形で付けられているので、スポーティーな風合いになってるんですね。このようなジャケットを気軽に T シャツの上に着るというのが、割と旬な着こなしにもなるかなと思うので、一着持っておくのもいいんじゃないのかなと思います。まあ、色はですね、いろんなバリエーションありますが、例えばグレーとかネイビーだとか、大人の男性が着た時に親和性が高いような、シャープすぎないものが使いやすいかなと思うんですね。まあ、ブラックはブラックでかっこいいんですけども、ちょっとモード感が強かったりだとか、やや重たいので、ネイビーだとか、あとはグレー系、このあたりから取り入れていただくと、大人の男性にはすごく使いやすいかなと思います。ただ、注意したいのは、これまで持っていたジャケットですね、ビジネスシーンでよく使ってたようなものを引っ張り出してきて着てもですね、ちょっと今っぽく見えない可能性があるので、せっかくであれば、今、店頭に並んでいるですね、ジャケット、サイズ感もちょっと緩めだったりだとか、素材感もカジュアルなものですね、このあたりを取り入れてあげることで、アップデートしたジャケットのスタイルというところが楽しめるかなと思うので、まあ、その際に GU のこちらのジャケットもすごく役立つと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目の春のアウターなんですが、こちらですね。ナイロン系のシャカシャカ系アウターですね。このあたりも1枚あるとすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、僕がやっぱり推したいのは、まあやっぱりこれ使いやすいんですよ。ノースフェイスのコンパクトジャケットですね。これはですね、僕自身も2着持ってるんですね。ブラックと、あとはニュートープというカラーですね。このニュートープというカラーは、割とですね、後から買い足した色なんですが、ちょっと渋みがあって、人との違いも出せるので、なかなかかっこいい色合いだったかなと思います。まあ、もちろんブラックがオーソドックスで使いやすいのは間違いないんですよ。もうどんな着こなしにもバチッとはまるので、まあ、ブラックがベースかなと思うんですが、人との違い出したかった場合はニュートープすごくいいかなと思います。今日ご紹介したアウターの中では最もカジュアル度が高いと言ってもいいほどですね、スポーティーなアイテムなんですけども、デザイン自体がすごくですね、ミニマルな設定なんですね。ナイロン系のジャケットで、特にですね、デザイン的にカビなところがないのですごく使い勝手がいいんですが、サイズ感が少しゆとりがあって、皆さんの通常サイズを選んだだけでも、なんとなくサイズ感が現代的な雰囲気に収まるので、なかなかですね、コンパクトジャケットは使いやすいアウターの一つかなと思ってるんですね。まあ、ノースペースのロゴも入ってるんですが、割とこう胸元に入ってるんじゃなくて、この脇腹ぐらいに入ってるんですね。このあたりのバランスも含めて、なかなかですね、仕上がりのいい一枚になってるかなと思います。で、価格帯もですね、15,400円ということで、このようなナイロンジャケットって結構ピンキリなんですね。高いものだと、アークテリクスとかも最近値上がりしていてですね、もうなかなか手が届かないような価格設定になっていますし、しかもレアで手に入りづらかったりするという現状もあるので、やっぱりノースペースの 15,400円で手に入って、なおかつ今っぽいシルエットでデザイン的にも使いやすいというところは、改めて評価できるポイントなのかなと思います。ブラック系のナイロンジャケット持ってる方はぜひニュートープですね。これすごく使いやすくて、ブラック系のパンツと合わせたりだとか、オフホワイトのニットだとか、そのあたりと合わせていただければ、春の着こなしバッチリハマってくるので、まあ、ぜひ改めてこのあたりもチェックをしていただければなと思っています。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の春アウター5000というテーマでお届けをさせていただきました。結構様々な個性のアイテムをご紹介させていただいたんですね。まあ、綺麗めからカジュアルというところまでバリエーション出しました。まあ、例えばですね、ステンカラーコートみたいなものはかなり綺麗めな雰囲気なので、結構ですね、30代の方から40代オーバーの方まで結構幅広く似合うかなと思います。あんまり年齢に左右されないのが綺麗めのアイテムなんですね。一方でカジュアルなナイロンジャケットだとかカバーオールだとか、このあたりに関しては割とこう30代から40代前半の方の方がより似合いやすいかなと思います。まあ、年齢によってこのカジュアルさ加減をどのあたりまで攻め込むのかっていうのがやっぱり変わってくるかなと思うんですね。まあ、年齢もそうなんですが、実年齢よりも、まあ、見え方ですね。若々しく見える方であれば、50代の方でもナイロン系のジャケットとか全然似合ったりするので、まあ、そういう方は全く問題ないかなと思うんですが、真面目な雰囲気かつかなり大人っぽい雰囲気の方がカバーオールとか着てるとちょっとこうカジュアルすぎてしまう可能性があるので、そのあたりはバランスをとっていただくと非常にいいんじゃないのかなと思っています。まあ、それぞれ今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックしながら春のアウター計画皆さんも立てていただければなと思います。ただですね、まだまだ春アウターこれからが本番ですね。今の段階ではまだですね、ユニクロ GU 無印良品このあたりではちょっとずつ出てきてるんですが、まあ、セレクトショップのオリジナルというところはまだまだバリエーションが多くないので、もうちょっと待ってから買うのもいいかなと思うので、まずは大枠としてこのような春アウターがあるんだよというところを頭の片隅に置きながら春の準備をしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けのブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日皆さんにお届けをしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか服の専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。